朝倉未来とコラボしてください。興味ないです。何話せばいいんだろうな。なんで何を聞きたいの。俺と朝倉未来がどうなると思う。格闘家でしょ。何話すの俺が朝倉未来と。だ君らさ、いやもうだから朝倉未来と俺が何を喋るかって想像してコラボしてくださいって言ってんの。何をやりたいんだろうね。朝倉未来じゃないんだ。あ、みくるか。朝倉みくるって言う。全然知らないわ。だ知らないんだもん。そんな俺に怒られても知らんわ。みくるね。だって分かんないでしょ、そんな。あとさ、俺やっとこのこいつの名前覚えたんだけど、朝倉みくるとコラボしてくださいとかっていうのさ、なんなん。なんか格闘技の選手と俺なんか話すことあると思う。だって俺そんな格闘技興味ないよ。何をこの人と話す、俺がなんかどういう話をできると思ってるのかな。今日のライジン行かないんですか。行かないです。なぜ朝倉未来とコラボしないんですか。なぜしなきゃいけないんですか。全然俺興味ねえんだよ。グラドル良くてボクサーダメなの。それはだって興味ないじゃん。ボクサーだと俺コラボしてもいいこと別にないよ。メリットゼロ。特にその格闘技のこと全然詳しくないから、なんか誰が強いとかどうのこうのとか、あの試合良かったですねとか言えないし、だから面白くないですよ。クラブアイドルは普通に可愛いじゃないですか。全然見てて楽しいじゃないですか。ダメですかねそれじゃあ。